はいどうも、一応です。ですね、今回ガチャやろうと思ってるんですが、本当の気持ち、僕の気持ちとしてはガチャを回さずミスリルを貯めたい、はい、なんですが、あの魔石のね、炎属性、炎魔石がね全然いけないんですよ。あの水使いがね一人もいないんですよね。必殺技打てるキャラがね、水のね必殺技打てるからね、キャラが一人もいなくてですね、困ったなーって思ってたら、ちょうどこの6ガチャでストラゴスが来てるんですよね、水使い。はい、なんですが、リミットチェイン、水のチェインなんだけど、これだけ持っててもしょうがないんですよね。これか。で、もう一つね、超絶があるんだけど、これ。これは、水反射か。これすっごくいいなと思って、これやったら、まあ、いけるんじゃないかなって思ってます。はい。現状ね、スコールに、なんだっけ、魔法剣も出せて、あと、誰だったっけ、玉ねぎの、玉ねぎに、連続ボタジャも出せて、で、それぞれ、何ですか、超絶の追撃で攻めてるんですけど、全然減らないんすよ、相手の HP が。だからこれあればいいとこまで持っていけるんじゃないかなっていう気はするんですが、一点狙いは危険ですよね、これ。なのでこれやめてこっち行こうかなと思ってます。シリーズラッキー、はい、水属性狙いで、R シリーズを狙いたいんですが、ここっすよね、これ。ここ結構水使いが多くてですね、ティーダは水使いだよね。あとはリュック、はい、あとパインもだったっけか、確か。パインバーストとかさ、それでもいいんですよ。来てくんねえかな。だからこっち行くか、6ガチャでストラゴス狙っていくか、確率的にはまあこっちの方が、まあでも分母はあれだよな、6ガチャの方が少ないっすもんね。どっちがいいかなと思ってですね、悩んでおります。はい、悩んでます、非常に悩んでます。ちょっとね、悩んでる。こっち行くか、ティーダ狙って、ティーダ超絶狙って行ってみようかね。そうしましょうか。はい、行ってみます。まあ仮にティーダというか水属性来なかったとしても、他のキャラがね強くなってくれれば、まあ巡り巡って後でいいことあるかもねってことですよね。まあでも狙うは水属性、お願いします。来い。50個使うからね。さあ来い。バーストでいい、バーストでいい。よし、いっぱい来た。この中に水バースト入っててくれ。戦技とかレジェ待ていらないからさ。はい。うわー、レジェ待てくせーなーこれ。うわー、いらねー、マジいらねーこれ。全然わからん。うわー、ハーロンだ。水来てないんじゃないのこれ。はい、あー、リュックバーストだ。あ、来た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 
強力な水無属性遠距離物理攻撃って時間、おお、来た、よい、待機時間は短い、4回連続の水無属性、2回連続の水無属性遠距離物理攻撃プラス攻撃力一定時間ダウン、オッケー、自身の攻撃力一定時間、いいじゃないの、これいいじゃないのねえ、これいいですよ。そんで、あー、これタイニービ、これいらねえこれ最悪バーストって言われてますよね。いらねえ、よりによってユーナの一番最初の専用武器がこれかよ。いらねえ。これユーナか。白魔法アビリティ、まあ。再発動系は、まあ、あって損はない。友との約束、バトル開、開幕、まあって感じですね。アーロンはバーストも持ってるんで、まあ、これと併用していけば、まあ、悪くはない。よっしゃ、まあ、じゃあ、リュックだな。リュック鍛えるか。はい、まあ、最悪の事態っていうのは、なんとか免れたかなって感じはします。はい、まあ、頑張りますわ。はい、というわけで、じゃ あ今回ここまでです。なんとかね頑張って炎魔石いけるように、したいと思います。取れたらね、取れたらというかマスクリできたらアップします。はい、それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。